皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内圭三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2023年12月26日火曜日の夜に収録しております。本日12月26日は、正式な発売日は年末12月31日なんですけども、スノーマン、今年初のドームツアーコンサートの模様が収められた DVD、ブルーレイの、まあ、フラゲビ、事前に予約してた、その正式な発売日より少し早くゲットできるフラゲビが、本日12月26日ということで、私も楽しみに待ってましたら、午後6時半ぐらいに、私はまずは初回版の方を予約したんですけども、通常版はどっかのちょっとお店の方に行かせていただいて、ちょっとゲットしようかなと思ってますので、まずはこの初回版申し込んだものを、本日無事午後6時半ぐらいに届きました。で、昨夜急遽、今日がフラゲ日ということなので、できたらそれまでにこのコンサート映像を見させていただいて、その感動を、まあきっとものすごい感動すると思うので、その感動をまた皆さんとシェアさせていただきたいなと思って、急遽昨日、今夜8時からライブ配信をしますと、まあお伝えさせていただきましたので、午後8時から約1時間ライブ配信をさせていただきました。ですので、このまあ前半1時間半ぐらいのところまで見させていただいて、ライブ配信1時間して、またこの途中からまた見させていただき、DVD の方は4枚になってて、また本編がディスク1、そしてディスク2の前半にアンコール3曲が収められてますので、今日のところは、まあ特典のいろんな映像までまだ見てないんですけど、本編の映像、そしてまたアンコールの3曲のところまで見させていただきまして、まずは今日このフラゲできた喜びと、そして私もそのまあ長い音楽人生の中で、まあ CD だけではなくて、特にこう海外の方の音楽 DVD なんかも結構今まで大量に買ってきたんですけども、これほどそのコンサートの DVD をなんかもうワクワクしながら待ったのは、この年齢になってこんな気持ちになったのは初めてですし、またこういう形でその正式な発売日より前にこのフラゲしたい、一日でも早く見たいなんていう気持ちになったのも初めてですし、また実際に見させていただいて、こんな楽しみにしてたコンサート映像、そしてまた見させていただきましたら、大体予想していた感動をはるかに超えるような感動を、今日は受けることができました。ですので、まずは今日はこのフラゲてきた喜び、そして待ちに待った、コンサート会場には行くことはできなかったんですけども、今年のスノーマンのドームツアーの感動をもうそのまま詰め込まれているこの DVD を見させていただいた、まあ、このシニアスノタンの喜びみたいなところをお伝えさせていただきまして、ぜひまたこの動画に本日フラゲできた方は、おそらくま、本編のあたりまでは本日見られてると思いますので、また皆さんの素直な感動、感激、なんかそんな思いをまたこのコメントでいただけたらありがたいなと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。で、初回版の方をまず私は Amazon で申し込んで、通常版の方を、まあ、店舗の方で買いたいなと思ってるんですけども、で、またタワーレコードの、心斎橋大阪の方で、東京と大阪で今、ドームツアーの衣装店をやっていると思うんですけども、で、それを知って、翌日の分を前夜の10時から、午後10時から申し込めるっていうのを知ったので、先ほど午後10時、もう1分ぐらい前からもう待機してて、すぐに明日の分をなんかできたら、衣装店を見に行きたいなと思ってトライしたんですけども、もう一瞬でなくなったみたいで、番号で言うと500数十番まであったので、まあ、500数十人の方が入れると思うんですけど、時間がこう切ってあって、まあ、一瞬でなんかダメやったみたいです。一人で申し込んで同伴の人が一人、もう一人、二人で入れるみたいですので、もし、ほっこりカフェご視聴されてる方で、大阪、心斎橋の、タワーレコード、スノーマンドームコンサートの衣装店に、このうまく、この
チケットが、予約がゲットできて、で、また一人で行かれる、もう一人誰かついて行っても大丈夫っていうような方がおられましたら、よろしかったらご連絡いただけまして、ご一緒させていただけたらありがたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあでも、前編、そのコンサート本編とアンコールのまあ3曲を見させていただきました。もう本当にこの大きな感想としては、本当なんかね、ちょっと不思議な気持ちになって、何がどう不思議かっていうと、実際に、まあ今年のドームツアーに、この実際にこの京セラドーム、東京、名古屋、福岡と行かれた方、それぞれのそのドーム本会場に行かれた方が、いろいろな私の動画にもコメントをくださっていました。また先ほど、ライブ配信をさせていただいたその動画にも、この東京ドーム、まだフラゲできてないんですけど、この東京ドーム公演の私は最前列で見ることができたのでっていう、さよこさんからのね、コメントもいただいてたので、最前列でこれを見たらどんな感動かなっていうのはちょっと私も想像できへんのですけども、で、たくさんの方が結構その実際に今回のドームツアー本当にラッキーなことに会場に行けた方が何人もの方がよくおっしゃってたのは、実際にこの会場でその本当のスノーマンを近い遠いはあると思うんですけど、肉眼で見ることができて、あ、本当にこの9人は実在してたんやな。そこで生きている9人、その肉眼で見える、その動く9人を見て、あ、本当にこういう方たちが夢じゃなくておられたんやなと思いましたっていう、なんかこう感想をたくさんいただいたのをよく覚えてますし、その時はなんかそうおっしゃる方の気持ちがすごくなんかわかる気がしました。実際に目の前で見たら本当におられたんやっていうこの、なんか気持ちがすごくわかるんですけど、私今日はその楽しみにしてた DVD を見させていただいて、逆にここに映ってるなんか世界、そしてまたこの会場全体の5万5千人のペンライトが本当に美しく輝いてるあの世界、そしてまたこのセットのまたこのバックの映像も美しくて、なんか夢の世界、ここで今私はこの、テレビの映像で見させていただいた、画面で見させていただいたこのコンサートが本当にあったコンサートなのか、何か本当にもうバーチャルに、本当にもうCG で作られてる、もう今本当か、なんかこう CG かわからないぐらいのレベルになってると思うので、このコンサート映像っていうものも、実際にこんなに素敵な9人が生きていて、あの場にいててっていうより、なんか私を見させていただいたら、実際この、本当に作られた、なんか夢の世界のなんか映像を見せていただいてるような、そんな気さえしました。実際に足を運んだ方が、あ、本当に生きてる、なんかスノーマンの9人が本当にこの世にいてるんやっていうのがなんか実感できましたとおっしゃってたんですけど、まだ私は実際に見てないので、今日はもう楽しみにしてたその DVD、そのコンサートの映像を見させていただいた、本当にこの全体的な感想としては、これが本当に現実なのか、なんか夢の世界の出来事なのかと、本気で思えるぐらいの素敵な、なんかこう瞬間が切り取られてる素晴らしい映像だったかと思います。東京ドームコンサートの模様だと思いますし、今日が最終日だとおっしゃってたので、6月の10、11、12の、まあ、3日間の東京ドーム公演のスケジュールやったと思いますので、2023年6月12日の東京ドーム公演の模様だったと思います。先ほどライブ配信でもさよこさんが、この公演の最前列に私はいることができましたとおっしゃってたんですけども、またこの改めてこの6月12日だけではなくて、またこの東京ドーム公演に行かれた方のまた感想も改めて、あの時に6月ぐらいにはよく動画にコメントいただいたんですけど、また実際に足を運ばれた方のなんかコメントもいただけたら嬉しいなと思っております。今日は細かいところはもう全く言いません。今日ラッキーなことにフラゲできた方でも、今日はお時間がなくて見ることができない
ない方もおられると思いますし、明日以降見られると思います。細かいところはまた数日経ってから皆さんもおそらく見られたであろう。その後でまた細かいところを深掘りしていきたいなと思ってるんですけども、まずはちょっと本当にもうこれが本当のあったコンサートなのか、本当にあったんですけど、なんか夢の世界の出来事を私はなんか映像として見せていただいているような気さえしました。先日大晦日の、YouTube チャンネルでの、ライブ配信のまあセトリも本当に素晴らしい、セトリを発表していただきまして、まあ、それだけでもワクワクしてるんですけども、その大晦日のセトリとまたこのドームツアーのセトリを、何回もこう見比べて、共通した楽曲、そしてまたこの12月31日にしかやれない楽曲なんかも見比べてるので、この I Do Me ドームツアーのこのセトリはもうずっと5月以降からよく見てるんですけども、もうこの流れは全部大体私の中では知ってたんですけど、今日はまたこのセトリを横に置きながらこのコンサートツアーの映像をずっと見させていただきましたら、やっぱりこの間に入れていただくちょっとインターバルのところの映像なんかも本当に素晴らしくて、まあよくできた構成でなんか楽しんでいただき、そしてまた途中のところでは笑っていただき、最後はまた怒涛のようにダンスで攻めて、でまたこのみんなでほっこりとこの今日この日のことをなんかこうスノーマンの9人と5万5千人が共有できるような、なんかそういう本当に構成になってたかなと思います。セットリストでずーっとね、ちょっと駆け足で、まあ、こう、振り返らせていただきますと、まず、オープニング映像が、むちゃむちゃ格好良かったです。これから見られる方、楽しみにしてください。まず、その、DD で始まるというのは分かってたんですけど、その DD が始まる前の、オープニングの映像がむちゃむちゃ格好良かったです。こんな映像が実はあったんですね。で、そっからまあ、DD で、このちょっと上のところのリフトからこうずっと降りてこられ、そしてキスマイリップスでこのチェアを使われたダンス、すごくセクシーなダンスをされて、で私もむちゃむちゃ好きな、グランドアで、このなんかこうステージがぐーっと上がり前に出てくるような感じ、このあたりでもバーチャルの世界でのなんかスーパースター、バーチャルの世界でのなんかスターを見てるよ、もしかしたら会場におられた方もこのあたりなんか夢か現実か、なんかそんな感覚を持たれた方もおられるのではないかなと思っております。そしてなんかすごくなんかジャニーズらしいナインスのフラッシュ、私大好きなんですけど、で、ブラザービートがやっぱり最高で、まあアンコールでやるぐらいなので、なんか一つの本当にまあスノーマンの素晴らしさを表現している楽曲かなと思うんですけども、で、ヒップバウンス、パワーときまして、で、途中のダンスのところがね、またパワーのところの、素晴らしいですし、サックンのブレイキン、もうなんか、あ、サックンすごいなっていうのもね、ここすごくなんか、かっこよかったです。で、また映像を挟みまして、ここからちょっとこう、ミディアムテンポですね。一番星、ジュリエッタ、クラクラ、ジューシーってくるんですけども、この一番星もものすごくいい曲で私も好きです。で、その後に、まずは2曲、ユニット曲、コジ君とアベちゃんのガッチャと、そしてヒー君、フッカさん、伊達様のブルンブルンブルーンの、アルバム I Do Me に入っている4曲の、ユニット曲の中から、この前半のところで、この2曲が、この披露されますし、ガッチャのところで、コジ君が、カメラマンをいじられるあたりもちょっと楽しみにしていただけたらなと思っております。そしてそこから、まあ、ヒー君、絡みの、細かいとこは言いません。ダッボム、そしてダブル、クレイジーフレッシュビートって入っていくんですけども、ダッボムのラウル君の
なんかこう真ん中を歩いてくる、まあ本当になんかランウェイを歩いてるかのごとく、なんか本当にもうモデルさん、最高の世界的なモデルさんが歩いてくるようなね、感じさえしました。で、ここで初めてのこのちょっと長い目のこの MC コーナーがあって、で、ここですごくね、私も興味深く MC をまあ聞かせていただいたんですけども、途中で、40代以上の人っておっしゃってたので、あそこで、なんか私ももしいてたら、はいって言いますし、もう少し年齢を上げていただいても、なんか元気に私もね、恥ずかしがらずに、はいってね、言おうと思ってるんですけども、メンズってね、やっぱり男性が結構、来られてるのも、おそらく、スノーマンのメンバーも喜んでくださってたと思うんですけども、メンズっておっしゃっててみんな、うおーって言ってたので、来年のドームツアーも絶対に行くことができて、またメンズって言っていただいたら、うおーって言って、40代以上の方、うおーって、おじさんって言われたら、うおーってね、元気に恥ずかしがらずに、声を出させていただこうかなと思いました。この MC のコーナーもなんかね、それまでが怒涛のように来て、クレイジーフレッシュビートで、ちょっと一段落したこの MC コーナーもなんか、スノーマンならではの楽しいところで、この後、明星で先日、その東京ドームで野球をしたいというメメの夢が叶えられる企画がありましたけども、ちょっとそんなところがあるので、そちらのところも楽しみにしてください。そして私が、まあ、スノーマンの楽曲の中でも一番やっぱり好きなタペストリー、そしてまたシークレットタッチ、大好きな曲がこう2曲続けてきますし、オレンジキッスも大好きな曲です、そして僕という名の、ドラマで涙の海を越えて池で、またこのフロートって言うんですか、あれでこの会場を回られるあたりも、なんかもうすごい一体感があったと思います。8月の青、そしてスノーワールドは、DD のカップリング曲だったと思います。ファンタのモーレ、君の彼氏になりたい。ここも、安倍ちゃんのパート、皆さんちょっと楽しみにしていてください。そして、また先ほどの、ライブ配信で後半最後ちょっと歌わせていただきました。最近私もライブで歌わせていただいています。メメとショッピーのユニット曲、I Do Me に収録されてます。大好きな2、最高に素敵やったと思います。最後の2人のなんかこう、見つめ合う感じも最高ですし、むちゃむちゃなんかバックの映し出される映像と相まって、この2人のユニット曲、2は、まあ本当に素晴らしかったと思います。また何回も何回も見させていただいて、まあ今回のその東京ドーム公演の中での私のなんかフェバリット3曲みたいなものもまたどこかでなんか自分の感想をお話しさせていただきたいと思うんですけど、なんかこの2はそういった時にはなんかそこになんか私の中では入ってくるようなそれぐらいの楽曲かなと思いました。そしてラウル君とサック君のベースボンもやっぱりもうあのスタイルと、そしてまたなんかオリジナリティ溢れる素晴らしいダンスと相まって、むちゃむちゃこれもね、あの素晴らしかったと思います。でまた映像を挟みまして、あの赤いかっこいい衣装に着替えていただいての最後も怒涛のように畳みかける、ダンス曲なんですけども、スロー、スーパー、ディーパー、そしてパーティー、パーティー、パーティー、そしてクライアウト、と、まあ、畳みかけた後に、最後の、まあ、ご挨拶、MC があって、そして本編の最後、合言葉で締めてくださいます。そして合言葉で締めた後、一旦、後ろの方に、まあ、下がっていただきまして、アンコールの、あった後に、この後に、またこのアンコールでもう一回出てきてくださるまでに、映像が流れるんですけど、ここで流れる映像が、むちゃむちゃ素晴らしくて、また本当に素敵でエモい映像がここで流れますので、本編が終わった後、アンコール前に流してくださる映像、ぜひ楽しみにしていてください。私はこの1曲目、アンコールの1曲目が、ジュニア時代のロックオンをされるっていうのが、まあ、リストを見てて分かってたので、普通になんかアンコール1曲目で、このロックオンから入られるような懐かしい曲、やっぱりもうデビュー前から応援しておられる方たちにとってみたら、ジュニア時代の曲っていうのは、どのバンドもそうやと思います。メジャーに行って大ヒットした
あとも、なんかそのずっとメジャーに行く前、インディーズ時代から、ライブハウス時代から応援しておられたような、このファンの方っていうのは、なんかこう、アリーナツアー、ドームツアーになっても、じゃあちょっと懐かしい曲聴いてください、みたいな感じで、なんかこう、ワンオクなんかでも昔の懐かしいロック曲なんかやったらもう、ファンの方がものすごくもう泣いて喜ばれることってよくあると思うんですけども、なんかここでこのロックオンを持って来られてる、これはなんかもうジュニア時代から支えてくださってる皆さんのおかげで、まあこうしてドームの舞台に立ててるっていう、なんかそんな感謝の意味を込めた選曲やともちろん思ってましたし、そうやと思うんですけど、それをさらになんかこう気持ちをなんかグッと来させるような映像がここで流れるのは、なんか私もすごくね、ちょっとグッと来ましたので、このロックオン前の映像はぜひね、楽しみにしていただきたいなと思っております。そしてまた年末12月31日にもパフォーマンスされますヘローヘローがあって、ラストもう一回楽しく、結構この歌うパートをシャッフルされた形でのブラザービートも会場を回られて、なんか会場の皆さんと一緒に一つになって楽しむ、一つになって歌うっていう感じのラストのブラザービートで終わる、そんな形やったかなと、思いますので、またね、この挨拶のところなんかも素晴らしかったので、合言葉の前のここもまたね、もう少し時間が経ってからまた細かく私ももうチェックさせていただいて、皆さんにお伝えさせていただきたいなと思っております。まずは本日12月26日、無事私もフラゲできて、着くまでは本当に着くかどうかドキドキしてました。今夜のライブ配信でももう早くもうお昼前に着いた方もおられるみたいですし、なんかセブンイレブンとかコンビニでゲットされる方はもう朝から取りに行けた方もおられるとおっしゃってたので、次から私もなんかそういうコンビニでなんかゲットできる方法にさせていただこうと思ってるんですけど、まだ着かない方もたくさんおられますし、まあこのあたり本当にね、なんか楽しみにされてる方のところにちゃんとね着いたらいいなと思うんですけども、まあ結構ほとんどの方がなんか今日はもう無事あのフラゲされて、もう見られた方も夕方午後8時の段階では多かったかなと思いますし、まあ、まずはその感動とともに今日は全体的ななんか振り返らせていただいたところをお話しさせていただいて、ぜひ本日あの無事フラゲできて、そしてまたこの映像本編だけでも見られた方のドームに行かれて、またなおかつこの DVDブルーレイを見られた方、ドームに行くことはできひんかったんやけども、このドームツアーの映像を初めて見れた方、どちらの方もまたこのドームツアー、この DVD ブルーレイを見られた、なんか素直な感想感激をぜひねコメントで教えていただけたらありがたいです。私は冒頭で言ったように今日のなんかこの映像楽しみにしてたんですけど、もう本当になんか夢の世界の出来事をなんか見せていただいているような、そんな気さえして、これがこの素敵な感じが実際に東京ドーム、各ドームで実際にこんなことがあったのか、なんかこの目で見るまではなんか改めてまた信じられないような、そんな気持ちになりましたし、この夢の世界の感動を絶対に来年2024年のドームツアーではなんかその場に居合わせてこの目で見させていただきたい。改めてそんな気持ちにならせていただきました。また皆さんからのコメントも楽しみお待ちしております。最高です。生まれてきてよかった、君と出会えたから。